メガサブ TV。 はい、皆様こんにちは。前回の続きです。レーシングシミュレータースタジオフリーズさんにて遊んできた模様です。で、前回は一般車ね、R34GTR の6速マニュアルを乗せてもらいまして、首都高と、途中から巣郷の方を走らせてもらいました。で、ね、クラッチ使って、ね、シフトノブ使って実際の車のように運転していたわけですが、まあむずいです。で、ね、今度はGT か GT3 かなんだっけな、フェラーリのなんだっけな、何枚忘れちゃった、フェラーリ 488GT3 っていう車を乗っています。で、ね、今度はなんていうのかな、ちょっと手元見てもらえると分かると思うんですが、要はパドルシフトね、右手でカチャカチャやるとシフトが上がってって、左手でカチャカチャやるとシフトが下がっていきますよっていうね、車を知らない方々はなんだそれって思うかもしれませんが、まあ、いわゆるセミオートマっていうんだっけ、要は人間が人間の手で要はシフトを上げたり下げたりするよと。だけどクラッチは必要ありませんよっていうレーシングカーの方式です。で、なんでスゴを走ってるのかと言いますと、ね、リーズさんでは毎月、マンスリーで、タイムトライアルっていうのをイベントをやってます。で、2月はスゴで、要はこのね、フェラーリ 488GT3 っていう車種限定で、規定のタイムをクリアすれば1時間分のレーシングシミュレーター走行券をプレゼントしてもらえるということで、ね、ラップタイムがね、あ、今これちょっとね、写真出した方がいいかな。はい、ここに載ってるようにこの車で1分29秒、955、そのタイムを1000分の1秒でも上回れば1時間分のレーシングシミュレーター走行券をプレゼントしてもらえるというわけです。なもんで、まあ、この1分29秒995というタイムがどれほどのものなのかね、わかんないですよね、普通にね、皆さんね、速いのが遅いのがあって、まあ正直俺もはてなっていう部分もあったんで、俺が要はレーシングシミュレーター2回目にしてどの程度のタイムで走ってくるのかっていうのを参考にしてもらえれば、皆さんもチャレンジしに行った時、なあメガサブより俺の方がうまいよっていうわけでやってもらえれば、あ、タイム出るんじゃないかなと思います。で、まあね、今これタイムトライアルの方始めたんですけども、まあ、大体1分29秒、1分半ぐらいってことは10分間走行で何周？ 1 分半だから7周 ?6 周ぐらいはできるんで、その間にタイヤを温める周とか、要は本気でタイムアタックする周とか自分で決めて、走ると面白いと思います。でね、俺の場合はまあとりあえずいろいろ説明を受けたんですけど、まあ、走るの精一杯みたいな感じで、コースを覚えるの精一杯みたいな感じでやってるんですが、何周目ぐらいかな、3周目ぐらいかな、一番いいラップ出したの、いまいちよく覚えてないんですけど、まあとりあえずそんな感じなんで見ててください。多分ね、一番いいラップタイムがね、この次の週だったような
記憶があります。はい、ここ最終コーナーから立ち上がってホームストレート、とりあえず見ちゃっててください。なわけでね、今2周分ダダッと見てもらったんですけど、今の2周のうちのね、どっちかが多分一番いいタイムだったと記憶してます。で、メガサブのタイムはいくつだったのっていう話で、細かいとこまで覚えてませんが、1分34秒なんちゃらら、5秒ぐらい押せんだよね。またチャレンジしに行っちゃおうかな。ご視聴ありがとうございました。寒い日はね、釣りじゃなくてこういう遊びも必要ですよ。なわけで、俺のタイムにチャレンジする人いねえよね。すいません、俺遅いっすから。はい。